パリ五輪に臨むバレー日本代表は25日に現地で公開練習を行った。卓球女子で五輪3大会連続メダリスト、フジテレビのパリ五輪 SP キャスターを務める石川佳すさんの姿が、ジャパンドットバレーボールのインスタグラムで公開されると、その美しさに世界のファンから絶賛の声が寄せられた。写真、観客席でアタック。いや、チョップ。何をしても可愛いかすみ様英語で。 彼女は誰彼女のことは知らないけど美しい。彼女はまるでお人形、素敵といった書き込みが並んだ写真。石川さんが日本代表、石川祐希の取材に入る様子や、スタンドでアスリートの血が騒いだのか、スパイクを打つしぐさを見せたシーンがアップされた。バレエ男子日本代表は日本時間27日に初戦に挑む。公開練習で照明などをチェックしたフィリップ・ブラン監督は、 いい体育館だと太鼓判を押しジャンプサーブもライト、照明に邪魔されず、いいサーブが打てる気がすると語っていた。